高志の花畑です。今日はアンジェリカさん、ありがとうございます。思い出させ…あ、いませんよ言わない。言わないの？あれ私アンチだから。あ、そうなんです。そうなんです。お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんお昼から。いい、とんでもない。あれだってもう10年ぶりぐらいだよね、会うの。私もそれぐらいだったと思う、高志さん。うん、名前は散々聞いてるけど。いやもう。アンジェリカさんとタカちゃんの関係性とか出会いってどういうきっかけで？そんなエッチな関係じゃないですよ。そういうのは全然もともとあれではないってことですね、うん、でも出会いは私がその時はもうすでに水商売で、はい、あの地下の小汚い店やってたんだけど、そこに本当お客さんでね、うん、来てくれて、結構まだあの普通のさ、そんなにこうまだカミングアウトしてなくて、多分アンジェリカちゃんはもう言うなと、そんな私がゲイってことは言うなみたいな感じで飲みに来てね、こう見るからにあんたゲイじゃないってあんたホモだよって違いますって言うのよ、うん、いやお前はホモだよ認めろって言って散々言ってね、うそう分かっとる人みたいな、デリカシーのない人なんですよ。私がストレートと言ってたの。その当時私も若かったから、うんうん、最初にね説明してればあれなんだけど、もう全然もう開口一番、うん、ホモでしょ、ホモでしょ、あんたホモでしょ絶対に言っていいから違いますって言うから、何どうしたの、悩んでる、何悩んでるのって、悩んどらえんお前に悩んでるんだよ女の友達ダイエットの気遣いみたいな感じでね、そう、その横で女の子がえそうなのとか言ってるの、そうだよなんて言えるよそんな、なんで私そんな勢いでカミングアウトしなきゃなんないのよそこでと、うん、もういや20年以上前しますね、うん、それからもうちょっとまあどっかでばったり会ったりとか、うん、飲みに行ったりとかしてたけど、それからもうどん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 ほらもうママになったりとかしてたから、なんか仕事始まっちゃうとね、うん、私はバタバタして会う、うん、自由な時間タイミングで、まあ、話とか聞くけどね、うん、でその時にも私がほらほらアンジェリカやっぱりホモじゃないかってまあ、あんな若い頃からねホモって見抜いてたんだよ私はきっとる黙っとるババアって感じだよね、あの頃は。本当だよ油汗かきながら酒飲んでる本当にいいな。あとはあのお店何回か行かれた、行ってる。私だから本当にたかしちゃんのお店とか、はい、あとその他の経験があるんだけど、その町でずっと遊んでた。そうよく来てくれたの。そう歌詞もあったね、そういえば、ね、あの店ね、歌詞もあった、ね、唐揚げをさ焼けてて忘れててパンパンで、でベロベロですよ、ね、若いし、したらあのスタッフの子がさ、おかまなんだけど、あ、ママなんか火事です、鍋に火がついてるっていうから、私がふっと見たら、のれんをこうやってね、のれんをふっと見たら、ちょっと唐揚げ揚げた油に火がついてるのバーって、じゃあ蓋閉めなさいって言って、蓋閉めれば大丈夫だからって言うから、いや怖いですって言うから、蓋閉めろって言って、ちっちゃいから蓋閉めろって言ってるのって、やだ怖いですってピッてのれんやった、のれんを怖いですってやった、それにのれんに引火したの、それでうわーって大事だったよ、大事だった、いやーあれ消火しましょうとか言いながらね、でわーってやってるうちにお客さんが大変だ頑張ってよって帰ろうとするとこに、私なぜか知らないけど女装して金庫と伝票持ってんだよねでも金庫と伝票持って、その火事で自分の店が燃えて今大変な時なのに、ねえねえごめんちょっとちゃってやるからって8500円でね私ね、いやそれはもう払わなきゃいけない空気になるよ、そう店燃えとるしね、そうだよね、ほんとだからあれからね、店の中でご飯を料理を作るってことやめた、あ怖いよね、怖い、もうチンか、集中しちゃうとね、こっちそう出前とか、うん、見えなくなると怖いよ、楽しかったね、楽しかった、大丈夫、楽しかったですね火災だったけど本当だね、うん、この間ね、大須買い物行ってたんだわ、うん、あの普通の商店街、はいはい、で、エプロンかわいいとかでもた何にも関係なく見てたの、うん、たらラジオでさ、うん、皆様、こんにちは、アンジェリカですすごい、芸能人だとか思っちゃういやいや私あの、一緒にね、やってるそのジップエフェンでドラクイっていう番組やらせてもらってて、うんうん、でその相手の方がもうプロの女子アナウンサーで、うんうん、今私はまあ、言ったらお話をするプロといっても夜の世界だけで、うんうん、こう公の場の人ではないんだけど、まあだから私も子供の時から ZIPFM はずっと聞いてきたから、私もだよ、あんなところにまさか、うんうんうん、自分がうん、うん、いわゆる勤めるなんて思わなかった、うん、すごいと思う、本当にありがたい話よ、でもラジオのああいう仕事面白いよね、面白いし、あとこう聞いてると自由だし、こうテレビと違ってもっと声で状況を伝えていかなきゃいけないから、うんうん、言葉足らずじゃどれにとってもダメで、うんうんうん、例えばこう
でも私たちなんかさって言ってこうやってやってる手なんか相手見えないから、うんうん、手で見えない代わりにすごいデフォルメでお姉さんで話さなきゃいけなかったり、なるほどなるほど、そうだからそういうことがすごく勉強になったし、あ面白い、あそうだよね、私も昔からなんかちょっと一回やってみたくないの、うん、なんかたまたまもうすっごいお願いして、うん、名古屋の男の子のアイドルの、はい、そのラジオの番組があるんだけど、うん、それの今度5分ぐらいの、うん、あのたかしの相談コーナーみたいな出させてもらったのよ、はい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 、でアイドルたちがわーっと喋ってる時に、うん、こう視聴者からの相談を喋って、はいはい、最後は花言葉で締めるみたいな感じだけど、うん、もう楽しく楽しくって、うん、もうまた若い子たちもいるし、はいはいはい、高橋さんはこうなんですかみたいなこと言ったら、そうだねーとかって言いながら、すごい楽しかったけどね、あのどうだろうな、3ヶ月ぐらいでもういいですって言われて、違うの、何時の放送のものだったの、12時夜、あ夜、あ夜中の来てないだよね、多分ね、深夜ならそうでしょ、どっちにさあんま昼間はダメだと思うよ、そうそうそう、だって何言うか分かんないから、そうなのよ、でしかもさ、録画だからさ、まあ、別にいいとこ使ってくれればいいじゃんと思うじゃん、喋、うん、っちゃったとしても、はい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 、まあそのコロナもあったしね、うん、そのスタジオにさ何人も入れなくないみたいなことになっちゃって、うん、ありますね、じゃあどれ外すって時に、うん、うん、そうだな、アイドル外せないからじゃあオカマじゃねっつってまあそうなくはなってそこでの切り捨てだったんだね、そうそうそう、楽しかったけどな、相手がアイドルだから何言っちゃダメとかもありそう、なんかそういうの、あそうそう、だからついついさ自分のことに喋っちゃうじゃん、うん、だそこでちょっとあのたかしさんの話はいいんで、あのアイドルにあの質問してくださいって、うん、あそうかそうだよなと思って聞いてるとじゃあアイドルに聞いてるのに、私が昨日何か食べてるとかどうでもいいだろうなと思ってさ確かにと思ったでも盛り上げようと思ってさ、そこに話を持っていくまでのさ、そうなのよ、温度ってあるじゃない、 そこザッと切られちゃうわけでしょそうそうそう、急にね今いないの、いないんですよ、そう、どれぐらいいないの、私5年ぐらいな、アセックする人だけずっといる、一緒だね、だからそれが一番いいんだよ、もうきっと、あの私なんかまだ全然だけどさ、ここまでこうなっちゃうとさ、相手見つけるのも大変だよね、それがね、うん、もう私がそういうことで会ってる子は、うん、もう全部知ってる子なんだけど、うんうん、例えばこうマッチングアプリあるでしょ、うん、バレないよ、バレない、バレない、わかんないの、わかんないし、私も言わない、あまあまあそう言わないけどね、うん、でも私結構あれだよ、あのほら前もさ、この間も言ったけどさ、それ私もそれ出会い系で会って、なんかこう始めようかなって言って、アンジェリカさんですかって言われるから、そうだよって言ってやってたけどねそうだよって言った後にどんなセックスしてるかどうかが気になる、あそうだよね、うん、最初うんこ食べたりしてないん、そんなうんこは食べないけどね、ずっとあの四つん這いになってやめてよやめてよお尻突き出すなんてもう何年もしてないな、私、そうだよね、これでも喋ったけど結構ね男役だもんね、うん、意外わから子供の時女役しかできなかったのに、結構あの逆にさ塗ってる人のドラッグとかさ、そっちの方が結構男役多くて、うん、ゴーゴーやってさ踊ってる子の方が結構猫の子多いっていう、そう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 、ね、何なんだろうあれ、不思議だよね、不思議、こんな体でこんなやってる子の方がさ、なんか結構ね夜は猫でね、で、こうやってちょっと塗って、いやーってやってるけど夜になるとね、オラってズッボズボ、いや、怖い、ズボズボにできるから元気だわ、まだ、いや、ズボズボにできなくなってきましたよ、45ですから、45だよ、もう、ね、私もね、45ぐらいからね、ズボズボにできなくなったんだよ、あ、できなくなった、だから逆にズボズボにされてるよ、できなくなったんだよってそんななんかおじいちゃんが孫になんか伝える時みたいに、そうそうそう、できなくなってくるんだよ、だよね、うん、なんか憧れてる芸能人、その夏木マリさんぐらい、夏木、いや、うん、でもペッと浮かんだのは夏木マリさんぐらいかな、うん、じゃあこの人ちょっとこういいなと思ってるとかない、あんまり他にはあんまないかも、あでも私、うん、あのピーターさんも好きだったよ、あーピーターさんかっこいいね、ね、うん、あのお芝居見てもさ、うん、普段のこうドレスとかのさチョイスもさ、いやおしゃれと思ったもん、たかしさんも見たんじゃないかな、グッバイチャーリー見た、あ見てない、あのピーターさんの舞台、私ねいくつか見に行かしてもらったんだけど、ピーターさんのやつも、うんうん、あのね、そのグッバイチャーリーっていうのがもうすごい泣けた、物語としては女たらしだったチャーリーを、うん、今度は女として生まれ変わらせて、うん、恋に落ちるっていう悲しさを知れっていう神様からの試練を与えられる、深い、そうすげえんだけど、
中日劇場が雨降らせてね、うん、もうピーターさんもビタビタになりながら、桜もビタビタになりながら、うん、クライマックスいいシーンがあるんだけど、うん、もう本当に最前列のね、多分知り合いのニューハーフの方だったと思うんだけど、うん、早い時間の頃みんなしっかりしてたのに、うん、帰る頃みんな、うん、あんたみたいになってる、ね、ドロドロになってて本当に、うん、じゃあもしかしたら私たちも前世悪いことしたのかもしれないね。そうだね、そうやって考えたら食中に悪いことしてね、今度はもうほらもう次はもう釜となって、もう面白いみたいな。でこれいやてなことで、はい、結構長い時間ありがとうございました。いえいえ、何をしてますから。またほら時間があったらまたぜひ出てください。あ、ぜひぜひ、またね、また今度あのできたら桃井さんと3人でさ、うん、しょうもないことでもいいからゲームもしてほら時間潰してほら、本当だね、出てください。なんか無駄話多すぎて終わらなくならない。あ、そうだよ、それも不安でしょうがないまた長い長いね、長くなっちゃうから本当に。今日はどうもありがとう。こちらこそ。それではまた皆様ありがとうございました。またね、ありがとう。ありがとうございます。はい、アンジェリカちゃん派手でしたね。ありがとうございました。次はですね、4月6日何回も言ってるけど2丁目のユーマーママと生ライブです。ぜひお越しください。お待ちしてます。